ニクラス・ゼンストロームは、スウェーデンの企業家、投資家、事前家。カザー、スカイプ、ジュースとの開発で知られる。ストックホルム県、ヤルフェ、ラシーに生まれる。ウプサラ大学とミッシュガン大学を卒業後、ヨーロッパの通信事業者、テレニに入社し、インターネットサービスプロバイダーゲットにネットの立ち上げや、ポータルサイトエブリデイドットコムの CEO を担当する。2001年、 ヤヌス・フリスと共に P2P P ファイル共有ソフトであるカザーを開発し、カザー社の CEO を務める。カザーはスパイウェアやマルウェアを含んだことが批判され、レコード業界からの著作権侵害訴訟にも直面した。後にカザーはシャーマンネットワークス社に売却され、ゼンストロームは P2P P 技術を企業に供与するソフトウェア会社ジョルッドを設立した。2002年には、 P2P 技術を利用したインターネット電話サービススカイプをフリスと共同開発する。スカイプは大成功を収め2005年10月14日にイーベに21億ユーロで買収された。ゼンストロームはスカイプの CEO を2007年9月まで務めた。2007年にはフリスと共に P2P 技術を利用したインターネットテレビ配信システムジューストを立ち上げる。 ゼンストロームは共同会長を務めた。現在ゼンストロームとフリスはロンドンに本拠を置く投資会社アトミコを経営している。アトミコを通じて彼らはラスト .fm、フォン、テクンラティを含む新興企業15社以上に資金を提供した。妻と共に気候変動や人権、社会企業化精神に対する事前援助を目的としたゼンストロームファランサラピスも創設している。 ゼンストロームはビジネスリーダーオブザイヤー2006イノベーションインコンピューティングコミュニケーションズ2006を含む数々の賞を受け2006年にはフリスと共にウォートンスクールとインフォシステクノロジーズからウォートンインフォシスビジネス変革賞を受賞したタイム氏の2006年版100モーストインフルエンシャルピープルリストにも名前が挙げられているまたゼンストロームは 世界経済フォーラムで若いグローバルリーダーに選ばれている。ありがとうございます。